頑張った方がいいのかな。私のターンですわね。待ってました。ビクトリースラッシュ。さっさと終わらせるわ。
締めてまいりましょう。うん、もうちょっと待って。またくだらないことなんでしょうね。早く言いなさいよ。聞くだけ聞いてあげるから。あのね、私たちこんなのんびりダラダラしてたらいけないと思うの。あれ、どうしてそんなリアクション？私にしてはかなりまともなこと言ったつもりなんだけど。いえ、確かにまともな意見ではありますけど。今さらあなたがそれを言うの？ねえ、どういった心境の変化ですか？いや、だってさ、多分だけどもうお話も終盤に差し掛かろうってところでしょ。なのに主人公が平和でのんびりなんてありえないよ。成立しないよ。ですからそういう先読みはおやめなさいと。予想をはるかに上回るくだらない話だったわね。あのね、ネプチューヌ、ブルルートが今どんな気持ちでのんびりしてるのか分かって。わー、言っちゃダメー。私はネプネプたちとのんびりできるのは楽しいですけど。そりゃね、私だって楽しいよ。でも楽しいだけじゃダメなの。主人公ってのは時には家中の栗を自らの手で拾いに行くくらいでないと。食べたい食べたい。どこにあるの？え、いや、今のは物の例えで本当にあるわけじゃなくてさ。ないものをどうやって拾おうっていうのよ。実際に今は敵もいなくて平和な状態でしょ。無理やり敵を作り出してみる。それは。やあ、栗食べたい栗。ああ、リーシェちゃん暴れないで。もうネプネプが変なこと言うからです。本当にあなたはいつも考えなしなんですから。みんなしてそこまで言うことないじゃん。私だって展開とか盛り上がりとかいろいろ考えた上でよかると思って。いいわ、あなたがそんなことを言うなら私が敵になってあげようじゃない。モールちゃん、な、ここに来てまさかノアールの裏切り？実はね、前々から準備していたものがあるの。ブルルートに悪いと思って今日まで遠慮していたけど、地検人を倒した後のためのとっておきの切り札がね。まさかあなた。なんか話が全然見えないんですけど。共通の敵がいなくなった時に一気にシェアを拡大しようと目論んでいたということね。そのために必要なものといえば。難しい話はわからないです。でもわかんない。コンパと一緒。そう、ラステイちゃんの技術の粋を集めた最新鋭ハードよ。 HD 対応ブラックレイ HDD 搭載。すでに量産体制も整っているわ。これを一気に流通させてシェアトップの座は私の国がいただきよ。うわー、そんなの作
作ってたんだ。さすがノワールさん、ゆかりがありませんね。こっそりそんなことしてるなんて、ノワール黒い真っ黒黒だよ。何の手も打ってない方が悪いのよ。さて、そうなったらあなたたちは相当必死に頑張らないと自分の世界に帰れなくなっちゃうわね。そんな。そう、ブラックレイを選択しましたの。私の国は普及率を考えて DVD を採用いたしましたけれども。甘い甘い。今のニーズに乗っかるんじゃなくて、常にニーズを作り出していかないと。この先ベール、それどういうこと？そういうことを考えるのがあなただけだと思いまして、私の国でも最新ハードは用意してありますわ。ネプギオちゃんを困らせたくなくて今日まで世に出さずにおりましたけど。でもあなたのハードはこっちの大陸では評判悪いし、今さら巻き返せるかしらね。私が失敗から何も学んでいないとでも？ちゃんとこちらの方々に合うよう改良に改良を重ねてありますわ。アダプタだけはカステラのままですけど。